今年もさまざまなアスリートによる熾烈な戦いが帰ってくる。ラウンド1を舞台に内田チーム、中田チームによる真剣勝負大運動会スペシャル。オリンピック金メダリストや現役のトップ選手がスーパープレー連発。サッカーのレジェンドたちのガチ対決は超必見。スーパープレー。第2回内田篤人の SDGs スクール大運動会。果たして優勝するのはどっちだ。絶対に負けられない戦い、今年も開幕。世界的な取り組みの SDGs、 内田篤人が話題のゲストと一緒に地球の未来を考える SDGs バラエティ、内田篤人の SDGs スクール。この番組はミクシルの提供でお送りいたします。いつも幸せに、リクシル。内田篤人の SDGs スクール第2回大運動会スペシャル。さあ始まりました。進行のなすなかにし、那須でございます。さあ去年に引き続き今年も実況は田口アナ、よろしくお願いいたします。はい、先生一生懸命実況します。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。はいはい、何ですか。オープニングの場所変えます聞こえないよね。本当聞こえないよね。聞こえない。なんかカサカサしてるから聞こえない。ですので両サイドに芸人さんを置かせていただきます。なるほどなるほど。聞こえないですよね。もう生まれ申し訳ない。今回は第2回運動会スペシャル。体や心の健康を向上させるスポーツは SDGs17 項目の3番、すべての人に健康と福祉をに当てはまります。どんな勝負を見せてくれるのか、早速選手をご紹介いたしましょう。内田篤人率いる黄色チーム。あ、いいですね、強そう。さあ内田君、今回も運動会スペシャルということですけど、はい、自信はいかがですか。ちょっとね、ガチメンバー集めてみましたんで。いや、すごそうなメンバーよ。さあそんなチームメンバーご紹介しましょう。元プロサッカー選手の安田道弘さん。あ、いいですね。さあ続いてはレスリング金メダリスト登坂絵莉さん。すげえ。ガチの方、ガチの方。ガチでございます。いや、かっこいい。さあ続いてはアルティメット日本代表田村智也さん。実は前回も出場させてもらってますけど、はい、その時に中西さん敵チームだったんですよ。おお、はい、ほんで、そう、あの追いかけ玉入れっていう仕組みがあったんですよ。はいはいはい。泣いて慌てたんですか。今日はしっかりやる。お願いします。さあそして続いてはスポーツクライミングの選手で、あのサスケに常連出場もしている大島彩乃さん。頼むよ。どうですか、自信のほどは。そうですね、去年のサスケで24年ぶりの日本人女性ファーストステージクリアを。すげえ。さあそして中西さんでございます。そうですね、あのこのメンバー見て俺言います。一応言うんですよ。そこは俺今両膝に水溜まってるから毎週抜きに、ずっと抜きに通ってるから。そうなの。そうそうそう、大丈夫ですよ。大丈夫ですよ。頑張ります。お願いします。さあそして対するは中田浩二さんいける青チーム。いいですね。さあ中田さん、今回はどうですか、自信のほどは。今回自信ありますよ。さあ素晴らしいメンバー来ていただいております。Jリーグ通算得点歴代最多の220得点、佐藤寿人さん。すごいな。いいよ、いいよ。こんなにこんなにカメラあるのにスリールの方に行ってます。すごい。撮れない、撮れない。ちょっとお願いします。流れが良い。よろしくお願いします。さあ続いて7人制サッカー素材地の現役日本代表中川隆治選手。中川さん、元プロのサッカー選手を目の前にしていかがですか。まあ元日本代表
クラスの方だと思うんですけど、僕は今現役で日本代表なので、そうですよ、いずれも負けたくないので頑張ります、いや頑張ってください、素晴らしい、現役はすごいな。さあ続いて野球界から参戦していただきました茨城ゴールデンゴールズの選手兼監督片岡あすみさん、いいぞ。さあ続いてはアイドル界から参戦でございます AKB48 メンバーでこちらもサスケ出場経験者村山優里ちゃん、ゆりちゃん、サスケ出るってことは運動は得意？大好きです。おでもすごい方々に囲まれてすごい緊張してるんですけど、少しでも貢献できるように頑張りたいです。頑張ってください、お願いいたします。さあ続いてお笑い界からアルコ&ピース酒井くん、よろしくお願いします。お願いします。いいですね、酒井くん運動はどうなんですか？僕サッカーずっとやってましたんで。あ、そっか、嘘つけ。本当だよ。僕選抜なんで、川崎のガッツーゾって言われたんですよ、俺。川崎のガッツーゾ、まあ、安田とかもバシバシ行くわ、ということで以上、個性豊かなメンバーとラウンド1を舞台に第2回運動会を、やってまいります。本日の舞台ラウンド1では地球のエネルギー問題の解決に向け様々な取り組みを行っています。 LED 照明化による使用電力の削減、水資源の問題対策、さらに店舗の省エネとお客様の快適性を両立する空調システムの構築により、2019年省エネ大賞を受賞した SDGs スクール大運動会の開催にぴったりの場所なんです。まずはメンバー代表の内田君、はい、選手宣誓をお願いいたします。ありましたね、そんなのも、はい、あるんです、やってください、はい、先生、僕たちはスポーツマンシップにのっとり正々堂々運動会を行うことを誓います。はい、そしてそれぞれのスポーツ競技、職業、年齢、性別の垣根を越えてみんなで健康的に楽しみましょう。そして何より、皆さん怪我だけには気をつけて。以上、黄色チームリーダー内田さん。さあ、そして今回の運動会優勝したチームには原農薬で有機肥料を使用して栽培された宮崎県産マンゴー1つ当たり7400円。すげえ。これを優勝メンバー全員に1個ずつ差し上げますので、皆さん頑張っていただきましょう。それでは運動会開幕です。元気やな。いよいよ始まった第2回 SDGs スクール大運動会スペシャル。第1種目はラウンド1、3種目競技対決。今回は運動会の開催会場であるラウンド1の3つの競技で皆さんに楽しく対決していただこうと思います。では田口アナ、この対決の説明お願いいたします。はい、皆さんに挑戦していただく3つの競技はこちらとなります、1つ目がスローイングフープス対決、2つ目がキックターゲット対決、3つ目がゴルフヤード対決となっています。3つの競技にそれぞれのチームの代表者が挑戦し、それぞれの種目ごとに勝敗を決め10ポイントずつ加算されていくというシステムになります。最終的に2勝あるいは全勝の勝ち越したチームにはボーナスポイントが20ポイント入りますので、最大で50ポイント獲得できるチャンスがあります。ということでございますけども、各チーム挑戦する1名選んでいただきましょう。まず黄色チーム、どうしましょう。バスケやったことある人、そうそうそう、あ、でも投げる系やから距離感やっぱいいんちゃう。行ってみます。あ、もう決めた、心ありました、いけた、経験者。田村さん、バスケ経験、はい、ある、あります。おお、はい、ということは黄色チームは田村選手ということでございますけど、青チームどうしましょう、経験者が出てくる。経験者いました。え、何いました。バスケ経験者、ゆいり、バスケ部でした。バスケ部、本当、ポイントを稼いでいただきましょう。それでは早速第1種目スローイングフープス対決に参ります。前後に動くバスケットゴールに12球のうち多くゴールできたチームの勝利。スローイングフープス対決、バスケ経験者同士の熱い戦い。さあ、それではゆいちゃんの挑戦でございます、はい、目の前にしていかがですか。
いや、あのゲームセンターのやつやったことあるんですけど、この形式は初めてなので、すごい緊張というか、読めない感じね。え、はい、大丈夫、そうなのかということでございますけど、頑張っていただきましょう。では、スタンバイお願いいたします。はい、頑張ります。頑張れ。スローイングフープス対決、先行中田チーム、村山さんの挑戦スタート。さあ、まずは1球目のカール入りました。どんどん行こう決めてみせました。2球ずつを大切に決めた。かなり正確ですね。1秒先の未来を読んで投げている。さすがバスケ経験者の村山さん、この調子でゴールを量産できるのか。え、12本や。どうや。かわいいし、うまい。かわいいし、うまい。最高やんか。奥に行ったら、これは、これは、あってしまった。みんな取れ高まで作ってくれて。ここで一つミスが出ました。左側狙ってもいいから、左側とか。そうですね、左側のラインまだ取れていない状況です。うますぎ。どうだ。惜しい。惜しい、惜しい。はい、来ていない。だいぶちょっと高さが上がってきたな。うん、奥のゴール、やはり難しいか。そうですね。ほぼ入ってる。ほぼ入ってるって外れてたけどな。これは、おお、すごい。もう一個、もう一個。惜しい。3連続ポイント獲得するも、後半は連続失敗。ラスト1球、内田チームにプレッシャーを与えたい。3ポイントのままです。急ぐ。いやー、これも決まりません。これで12球を全て投げ切ったということになりました。はい、終了。ということで、合計では3ポイントの獲得となりました。5回入ったんで、あっちに声聞こえてるんで、プレッシャーって話。うわー、すげー。やばー、作戦だ。これはいいですね、いい作戦かもしれない。青チームの競技終了いたしましたので、続いて黄色チームということでございます。インターハイ出てます。えバスケットで。じゃあ本当に実力があるんですか。そうなの。マジで負けられないです。びっくりしました。自分でハードル上げてるよ。自分でハードルどんどん上げてるよ。あんまりプレッシャーかけんとけ。高校内田チームの田村さん、プレッシャーに勝ち、インターハイ出場の実力を見せられるのか。さあ、田村さん、はい、目の前にしていかがですか。なんかちょっと みんなからのプレッシャーが嫌です。いやいや、自分で言ったよ。最初の競技で揉めてるんですよ。自分が私インターハイって言い出したから。自分で追い込んでったの。はい、ちょっと同様なんで、ちょっとぜひ頑張っていただきます、はい、ではスタンバイお願いいたします。いってらっしゃい。もろた、もろた。スローイングフープス対決、高校内田チーム、田村さんの挑戦スタート。実力をいかん。いや、さあ動くゴール、これも。自分へプレッシャーをかけすぎたか、序盤なかなかゴールが決められない。ミスが出てしまった。大丈夫、大丈夫。奥に、奥に。まずはどのゴールを狙うか。いいぞ、これも。あー、ダンク、ダンク。よし、いける。なかなかやっぱ動くゴールですからね。これが通常のバスケとは違うところ。高さのバスケ、どうだ。嫌われてしまう。さあ、チームからちょっと声が出なくなってまいりました。ちょっと応援してあげてくださいよ。ちょっと痛い、見てるんですけど。いけますよね。いけるよね。さあ、どうだ、これも。どうだ。あー、よーい。ここで見事シュートが決まる。後半、追い上げられるのか。さあ、どうだ、どうだ。大丈夫。さあ、どうだ。近いな。ナイスナイス。連続得点で本領発揮。あと1点で同点だが。大丈夫だよ。残り3球で。いやいや。続く3本はまさかの失敗。全然こっちミンクになった。大丈夫だよ。大丈夫だよ。大丈夫です。3ポイント目。並ぶことができるかどうか。どうだ。おお、これも入りません。残りは1球。最後の1球。ラスト1球。最後の1球。最後5点とか。
ここで決めれば同点。果たしてプレッシャーに打ち勝てるのか。SDGs スクールは元サッカー日本代表の2人が火花を散らす。アスリートたちのプライドをかけた戦い、果たして勝者は。それでは皆さん、 YouTube チャンネルの登録とグッドボタンをお願いします。